手術は無事に終わってます。わかりますか？徐々に目が覚めてますね。お疲れ様でした。無事に終わってます。ありがとうございます。はい、本当に順調に終わりました。本当ですか？で、足めちゃくちゃ取れました。本当ですか？はい、わー3000ですね。うわ、3000。はい、すごい量ですね。マックスぐらいの言ってましたね。もう限界まで、特に内側もしっかり取れたし、あとお顔も取ってきます。50ぐらい、特に青下取れましたね。はい、無事に終わってます。余分なものになってますので、つまりもう手術終わってますから、はい、この麻酔液を、たまらないように、余分な、使い終わった麻酔液をいかに出してあげるか、これがやっぱりダウンタイムを短くするコツなんですよね。なので、手術終わった後、直後に、絞り出しですね、を行っています。で、今回2回目ですね。当院の特徴としては、その絞り出し2回目まですると。で、というのが特徴になってきます。血の成分はそんなに強くないんですよ。あの血だとドス黒いんで、あ、黒くなるんですよね、はい、あのいわゆる赤い赤、真っ赤な赤っていうのはそんなにあの血の成分は入ってないです。結構見た目びっくりするんですけど、はい、赤いんで、なんか本当に血の成分が多いと黒く見えるんですよ。黒っぽくなるドス黒い感じになるんですけど、これはもういわゆる真っ赤な赤になって、もちろん血の成分混じってますけど、あの麻酔液と混ざってるような血自体は薄いんですね。全然出てる感覚はないですね。うん、痛くはないですよね。うん、しっかり出てますね。出てるんだ。ここもうすでに細いですよね。ここの横の張り出しが。もちろんね、術直後なんで、今不自然な感じですけど、あとここの感じもだいぶ、もうすでに細いですね。わかりますよね。わかります。内側を取れました。内側めちゃ取れました。はい、しっかり取れます。縫い目外に出てるのって、なんでなんですか？術後はむくみやすいので、跡がつかないように縫い目が外に出ている作りになってます。失礼します。お疲れ様でした。お疲れ様でした。無事に終わっています、はい、もうかなりすっきりですね。そうですね、なんか思った以上に麻酔がはっきり覚めて、うん、もうですね、こんなんです。いいですね。でも今日腕やってないから、まあ、こここんなんやってないから、はい、すごいしっかり量は取れてきました、はい、ありがとうございます。3000ですね、まあ、今かなり術直のカウントで 3000cc ですね、こちら、はい、うん、かなり量としては多い方です。下が血液、そうですね、麻酔液も入ってますね。で、術直後のカウントで、うん、してます。上の部分が全部脂肪です。ほとんどこれ出血ないです。あ、少ないですか？はい、少ない方です。もうほとんどあの色も、手術中の吸ってる脂肪の色ももうほぼ血液なかったぐらいですから、うん、あの色でわかるんですよ。で、もう見ていただいてわかる通り、もう脂肪はもう完全なオレンジっていう感じなので、うん、なのでほとんど出血なく終わってます。1500、1500、そうですね、そのぐらいのイメージがですね、はい、特に内ももはしっかり取れてきましたね。で、あとはこれが顔ですね、顔の量です、はい、顔はあの当然太ももに比べると、量自体は少ないんですけど、これ結構量としては多い方です。あ、そうなんですね、うん、なので特に顎の下の部分しっかり取れてきました、なのでしっかり変化は感じれると
思います、はい、今はまだ触っても感覚はないないですね。ちょっともわんとした感じですよね、はい、でも喋れてますよね。喋れてちょっとろれつがって感じですけど、全然なんかこう歯医者さんの後みたいな感じですよね。はい、本当そんな感じでした。そうですよね、はい、でお水ももう飲めてます。飲めてます。ただなんか口が閉まりきらなくて横からウユって、はいはい、ね、出ちゃうんですけど、あの歯医者さんの後もそうですよね、はい、まあ、そんな感じのイメージはあります、はい、でね、あのご飯食べていただいていいので、朝から、ね、はい、食べてないので、そうですね、しっかり、うん、食べましょう、うん、はい、で水もしっかり飲んでいただいて、はい、ありがとうございます、うん、で、はい、で今日はあの自然と寝てる間に、先ほどの今日あのお尻の方のキスは開けっぱなしにしているので、はい、そこから自然と麻酔液が出てきます、はい、でそれ、まあ、出るっていうことは、つまりその分ダウンタイムも短くなると思ってください、うん、出るっていうのはいいことですよね、はい、うん、なので、しっかり出ると思いますからね、はい、なんか私の方で別に何かしなくてはいいんですよね。全くしなくていいです、はい、全然大丈夫です、はい、自然に任せて、そうです、ね、はい、自然と普通に生活していただければ大丈夫ですね。わかりました。はい、今、手術終わってもう作りに行く出て、帰りに東京の新幹線の中で撮ってます。で、帰り普通に歩くこともできましたし、あのちょっと小幅でペンギンみたいな歩き方にはなっちゃうんですけど、意外とあの大丈夫でした。で、立ってる時も意外と大丈夫で、私が一番なんかおってなったのは、立ってるとこから座る瞬間に、もしかしたら傷口があるからかもしれないですけど、よいしょみたいなうって感じはあるんですけど、でもそれもめっちゃ痛いとかじゃなくて、あ、なんかあのやっぱ圧迫されてるから、なんかそこがちょっとこう動きづらいとこは若干あります。で、さっきあの部屋では口が閉まらなくて結構しんどい、あの水がこぼれるってあったんですけど、今そこから1時間ぐらい経って口は閉まってきて、その代わり顎がなんか引っ張られてる感じ、ちょっと引きつれてるか、なんか 上からお肉をピーンって引っ張られてるような、なんかそんな感じになってきて、なんかさっきとちょっと感覚が変わってきました。で、顔の圧迫はあのなるべくやってくださいっていうことだったんですけど、まあ、この帰りの新幹線とか移動中、あの、まあ、あの移動中とかはちょっとこう顔の圧迫これしちゃうと結構目立っちゃうっていうので、そこは外して OK っていうことでした。その代わり家に帰ったらもうしっかり圧迫するっていうので、なので当日でもその移動中は圧迫外して、今は外してます。で、お腹朝から何も食べてなくてお腹空いて、全然なんか普通に食べれそうな感じです。あ、で飲み物は先生がポカリがいいって言ってたんで、ポカリ飲みます。はい。そんな感じです。ちょっとずつ麻酔が覚めてきているなっていう感覚はあります。感じですか。わかりました。歩けそうですね。歩けそうです。はい。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様です。はい。クリニックとしても新しいことも完全密着型の動画が撮れるっていうのはすごく僕としてもワクワクしましたし、まあ、手術も無事終わってもうがっつりとする量をね、撮れてきてます。手術は無事に成功してますね。まあ、あのいろいろ手術前にね、あの受けるにあたって、まあ、患者様いろいろなことを調べてるとは思うんですが、もうクリニックでは技術を持ったドクターいるのは当たり前ですので、あのもうそれは細くなるのはもう当たり前ですね。もうブログとか、そういったものを見ていただくと、インスタとかで見ていただくと分かると思うんですけども、明らかに細くなってると思います。で、今回の動画の目的としては、まあ、細くなるのは当たり前、結果が出るのは当たり前なんですが、さらにその手術の前、あと手術の後、特に後ですよね。今回もがっつり密着で、制作さんなので、普段動画を作ってる制作さんが今回、手術をしたので、もう自宅とかですね、普段の職場での様子もかなり密に、動画を作ってですね、術後の経過を、皆さんにお見せできると思います。そういった意味で今回新しい企画ができたのはすごく嬉しいですね。